多くの葉をつまんと思えば、その枝を繁茂させなければならない。その枝を繁茂させようと思えば、その根を培養せねばならない。およそ深層の授業は、一直線に無難に進みゆくべきものではない。あるいはつまずき、あるいは悩み、種々の困難を経て、真紅を舐めて、初めて成功を見るものである。何行を営むにも、人望ほど大切なるものはない。何事に当たるにも、全力を傾注せよ。勤勉精力は成功の要素である。勉強を習慣とすれば、必ず勉強せざるを得ぬようになる。怠惰を習慣とすれば、怠惰はさらに怠惰を生ずるに至る。およそ怠惰ほど悪癖を生じやすいものはない。学問、すなわち実務。実務、すなわち学問である。学校で学ぶ学問は、後に学ぶ実務の下ごしらえである。故に人は死ぬまで学問と考えなければならぬ。人はその分に従って励み、誠実をもって徒生を務むべきである。これ、貴重なる信用を得るゆえんの最も正しき工程である。商業上の信用というものは、どこから起こるかというに、偽らざるが根源である。偽らぬという根源がなければ、信用の生じようがない。いやしくも世に処して身を立てんとならば、その職業の遺憾、身分の遺憾を問わず、終始自己の力を本意として活動し、周囲も道理に背かざることを心がけて、しかる後にその栄達の刑をなすことこそ、真の意義なり、価値ある人と言うべきである。一度従事した仕事は、これを完成するまではやめぬという心がけ、すなわち忍耐力が肝要である。核のごとき辛抱ありて、他年の経験を積んでこそ、初めて成功の人となり得るのである。志すことは、必ず行わねばならぬ。行わざる志は空砲である。無駄花である。神聖の富を作らんと思う人は、一つの守るべき信条がなければならない。それは仁義道徳である。各人、仁義道徳に背かるようになれば、おのずから不義不徳の行為は耐え、各種の業務は正しき発達を遂げる。およそことをなすには、その守るところを固くし、その行為を厚くし、忍耐をもってことにたわまぬようにせねばならぬ。授業は単純なものではない。思想を堅実にしてことにあたりては、不当不屈の精神を強くせねばならぬ。
多くの事柄は年月を重ねて初めてその効果の報い来るものである。これを待つのが忍耐である。この忍耐がなくては強い者も砕かれる。故に怠らず屈せず進んで止まらざるところに成功の実があるのである。とっさの事変に処するには、あらかじめこれに処する収容を積まればならない。よくことに通じて勤勉であっても目的通りにことの運ばぬ場合がある。これはその木が未だ熟せず、その時の未だ至らぬのであるから、ますます勇気を越して忍耐しなければならぬ。人は猛烈なる活動力を有するとともに、緻密なる考慮を持たねばならぬ。商売人は自己の商業を強固に発達することに努むべきはもちろんであるが、さてその商業が強固に発達する原因は何であるか。結局その人の思想が堅実にしてことに処し、物に応じて適当なる働きをなすにある。すべてのことには道理がある。なるはなるの道理があり、ならぬはならぬの道理がある。自分はわずかに現状を維持しているとして、他人もまた同様なればよいが、人は進んでやまぬが世の常であるから、現状維持は取りも直さず自分が後退する感情になるのである。ことに大なるあり、小なるあり、満身の気力を注がずとも良さそうに見えることもある。さりながら大なり小なり、気力を注がないでその功を奏し得た例はない。ちょっと人に接するにもそうである。十分に気力を注いで話したことは感応力が甚だ強いものだ。最後まで見てくださりありがとうございました。感想をコメント欄でお願いします。あなたの言葉が私に勇気をくれます。今回は以上になります。それでは次の動画まで、さよなら。